やりました、南葛ベスト4進出決定。つばさくん、さてこれでサッカー王国静岡のベスト4が出揃いました。ここで他の3チームを紹介しましょう。南葛の他に明日の準決勝に駒を進めたのは、個人技では南葛に全く引けを取らない名門清水 FC。 単独チームながらそのチームワークの良さと粘りでここまで勝ち進んできた島田翔サッカークラブ。そして前原監督指導のもと徹底した猛練習で初のベスト4に名乗りを上げた津田 FC。 以上3チームです。さあこの中から全国大会に出場するのはどのチームか。静岡県大会もいよいよベスト4です。若林が試合に出ない？どういうことです監督。実は若林の足が本調子じゃないんだ。おいおい、そんなに心配するな。今日だって出れない状態じゃないんだ。ただ明日の決勝に備えて大事を取るだけだ。まあそういうわけだ。今日のところはお前らだけで戦ってくれ。その代わり決勝はバッチリ俺に任せてもらうからな。よし、わかったぜ。さあみんな、若林の分も頑張っていけ。ああ。